ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-443 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-443。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-443 は、セクター28内のティーグラー博士の個人オフィスにおいて、施錠機構付きのキャビネットに収容されます。セキュリティクリアランス1以上の職員は、ティーグラー博士、またはその助手の承認がある場合に限り、SCP-443 へのアクセスが許可されます。発見時に SCP-443 が収められていた紙製の箱は、その劣化の程度を鑑み、記録6の、としてアーカイブ保存されています。SCP-443 により描画されたすべての資料は、ティーグラー博士、またはその助手に提出するようにしてください。説明。SCP-443 は、SCP-443 の1から14に指定された、クレヨラ社製の14本のクレヨンの外見を呈する実体です。本来は16本セットのクレヨンであったと考えられており、うち2本、ブルーグリーンとパープル、は紛失した状態にあります。また、SCP-443 の語は大きく2つに折られており、それぞれ 5A、5B に指定。SCP-443 の9は、クロステスト時に SCP-529 にかじられたことにより、未使用状態にあった一端が欠けた状態にあります。SCP-529 は、灰色の波模様柄を持つ、一般的な家猫の外見を呈する実態だぜ。各種調査では、あらゆる点で非異常な家猫であると判断されているものの、どういうわけか、胸部から尻尾にかけての肉体が存在しないとの異常性を有しているぜ。そのような状態にあるにもかかわらず、五体満足の家猫と同様の行動や習性を示しており、特に身体的不自由を感じている様子は観測されず、現在、収容施設内において放し飼い状態で収容されているぜ。発見時に各 SCP-443 が収められていた外箱のデザインから、SCP-443 は1997年から1999年の間に、クレヨラ社により製造されたモデル、BS-366、であると推定されているものの、外箱に示されたシリアル番号は、クレヨラ社の製造記録内に存在しない番号であることが確認されています。SCP-443 は、任意の人物、以下、被験者と呼称、により絵を描画する目的で用いられると、道の特定の個人より発せられる、思考の流れ、をテキストや絵として描画するとの異常性を有しています。被験者は、SCP-443 を用いてテキストや絵を描画している最中、自身が意図したものとは全く異なるテキストや絵の描画を行っていることを自覚することはなく、描画を終えた後に自身が描画したテキストや絵を視認することにより、初めてその事実を認識することとなります。また、SCP-443 の異常性を事前に知らされている人物である場合も同様に、被験者は自身が描画を終えるまでの間、自身が意図したものとは異なるテキストや絵を描画している事実を認識できないことが実証されています。被験者は、自身の意思により描画を中断することや、自身がどのような絵や図形を描画しようとしているのかを説明することは可能であると判明しています。ただし、SCP-443 の異常性を認識している被験者の多くは、特に意味のない絵を描画していると証言することが確認されています。SCP-443 の異常性の影響により生成される思考の流れは、テキストを中心に構成されたものとなり、多くの場合、テキストの最後には小さなアイコンや単純化された絵が確認されます。テキストは被験者の母国語及び、被験者が日常的に最も頻繁に用いる文字により記述され、絵や記号の良し悪しは道の要因により変化すると推定され、被験者の芸術的センスや技術が影響を及ぼすことはないと判明しています。一方、テキスト内の表現には被験者の癖や性格が顕著に現れることが確認されており、思考の流れと被験者の相性によっては、その内容が歪められた状態で記述される例も確認されています。描画されるテキストや絵の内容は、描画された時間と同時刻に道の特定の個人により思考されたものであると考えられています。各 SCP-443 実体は、それぞれが道の特定の個人に対応した思考の流れを描画することが判明しており、一人の被験者が SCP-443 を持ち帰ることにより、複数の人物の思考の流れを同時に描画することも可能であると実証されています。財団により回収されて以降、各 SCP-443 実体はそれぞれ約10から15時間ほどの思考プロセスの描画に用いられています。
各 SCP-443 実体には回収された時点である程度の摩耗が確認され、最も多く使用されたと思われる SCP-443 の8に至っては、クレヨンとして認識することも困難な欠片の状態にあったことが確認されています。SCP-443 により描画されるテキスト内に登場する個人名は、すべて翻訳不能の記号へと置換されていることから、各 SCP-443 実体に対応する道の個人の特定には至っていないものの、そのそれぞれが家族や友人、同僚や知り合いといった緩やかなネットワークにより関連していることが確認されており、それぞれの個人が少なくとも他の1名の人物と親しい間柄であることが判明しています。また、各個人が交わす会話内容、選挙報道などに関するもの、から、すべての人物はアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドに居住していると推定されています。詳細は保養参照してください。回収経緯。SCP-443 は、アマチュア芸術家である。死がその異常性に気がついた後に、知人の超常現象研究家に助言を求めたことにより財団の知るところとなり、カリフォルニア州において回収されました。回収後に行われた調査により、SCP-443 はもともと、死の娘により数週間所持されていたことが判明したものの、死は、娘にそのようなものを買い与えた記憶はないと証言しています。その後、死とその娘が SCP-443 を用いて描画した作品は SCP-443 と共に全て回収され、記録録の、にアーカイブ保存されました。ほい。各 SCP-443 実体の色とその概要。SCP-443 の1、ブラック、自身の体重変化を気にかけるダンサーであり、オレンジとは友人関係にある。SCP-443 の2、ブルー、気難しい性格の老婆であり、レッドとブラウンが居住する家の親である。SCP-443 の3、ブルーバイオレット、軽度の病気不安症患者。イエローが担当する患者であり、レッドオレンジとは友人関係にある。SCP-443 の4、ブラウン、7歳の女性であり、レッドの娘。イエローオレンジとは友人関係にあり、カーネーションピンクを敵視している。SCP-443 の5、カーネーションピンク、ブラウンとイエローオレンジの同級生。原因は判明していないものの、ブラウンに対し強い憎しみを抱いていることが確認されている。SCP-443 の6、グリーン、工学部に在籍する学生であり、オレンジと交際している。SCP-443 の7、オレンジ、小さな法律相談所の法律事務職員であり、イエローと交際しつつグリーンとも交際中。ブラックとは友人関係にある。SCP-443 の8、レッド、医療秘書、ブラウンの母親であり、オレンジの雇用主である。ブルーが管理する住居に居住しており、ホワイトとは友人関係にある。SCP-443 の9、レッドオレンジ、軍人を夫に持つ中年女性、イエローオレンジの母親であり、ブルーパープルとは友人関係にある。SCP-443 の10、レッドパープル、ホワイトが勤めるレストランの常連客。SCP-443 の11、ホワイト、レッドの職場に近いレストランのウェイトレス、レッドとレッドパープルとは友人関係にある。SCP-443 の12、イエロー、医師でありレッドの雇用主、オレンジと交際しており、ブルーパープルの担当医である。SCP-443 の13、イエローグリーン、ホワイトが勤めるレストランの常連客。人の会話に割り込む癖を持つ。SCP-443 の14、イエローオレンジ、7歳の女性、レッドオレンジの娘であり、ブラウンとは同級生かつ友人関係にある。報告書の紹介は以上だ。絵を描く目的で使用されると、使用者の意図とは関係なく、道の特定の個人の思考プロセスをテキストや記号として描画する性質を持つ。クレヨラ社製の14本のクレヨンの外見を呈する実体、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。例によって、人為的に使用されない限り異常性が発現することはなく、人間を誘引するような性質も有していないことから、収容は容易な部類のオブジェクトということのようだな。ええ、そうみたいね。描画されたテキストや記号に異常性は確認されていないようだから、危険性は皆無と言って良さそうなオブジェクトのようね。ああ、そのようだな。残された問題は、描画されたテキストの元になっている思考を行っている人物が特定されていないことであり、それらの人物が非異常な存在であるかの確認が取れていないということだろうな。ええ、それらの人物の年齢や職業、性別や住んでいる地域まで判明しているにもかかわらず、財団の調査能力をもってしても個人を特定できないというのは少し不思議な感じがするわね。ああ、そうだな。まあ、財団世界の場合、引き手世界の同地域に居住する人物の思考を拾っているなんて可能性も考えられるため、その調査は一筋縄ではいかないということなのかもしれないがな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。
ではでは。ご視聴、ありがとうございました。